北海道北広島市 F ビレッジ1番地12安打1打点の神谷1負け12安打1点白差。まあここまで月がないのは1軍のレベルにないピッチャーを先発させようとした天罰って感じだな。野球様が怒ってるわ。松本剛に DM 足りねえよな。あいつたくさん送られねえと打たないぞ。12安打が全部たんだ。1オツ剣な采配なかったからイライラしなかったわ。エイトのスリーランなしでも2対1で負けてるからこれは完全に打線のせいです。それ以外は勝敗に影響してません。やっぱりタンダマンはダメだな。まあでももう則本に対して悪いイメージはなくなっただろう。これ普通なら7点取って勝ってるだろ W。 まあエイトの試合だったな。ヒットは出てるし運が悪かっただけだ。ドンマイマジで呪われすぎてるような。完璧なあたりがことごとくアウトだもん。ほんまなんやねんこれ。冷静に考えてこの打線で野村やり玉上げていいらない。あ無理があるよな。松本も郡司も清宮もレイエスもひでぞ。負け試合だけど後引きかない感じの負けだな。土曜日からはひりついた試合になるしな。肝心な時に打てないね。今は投手のおかげで2位だけど打線が上向きにならないと沈むだけだ。会長アヘタンなのに打率2割ちょいはあかんすよ。勝ちパを追い込めるような今年間違いなく強いわ。まあこの石膏がローテピーの投げる試合でなかったのが不幸中の幸いか。ご視聴ありがとうございました。